お疲れ様です。競輪いつぎチャンネルいつぎです。えー、宇都宮競輪 G2 でね。 本線軸は硬そうなんだけれど、後輩等になりそうなところ、選んでみましたのでね、こちらの方、展開予想していきたいと思います。まずは、宇都宮競輪、500メートルバンク、直線が63.3メートルと長いです。1着の決まり手、逃げ24、まくり29、差し47。その割にはね、逃げ24%あるんですね。ですけれど、差しも47%ありますので、直線が長いというところはね、現れているのかなと。2着、逃げ13、まくり13、差し38、マーク3 三十六の筋違いもしっかり入るバンク、それが宇都宮競輪場です。えー、まずはね、一つ目、硬、えー、いけれども、高配当になりそうなところ、六レース見ていきたいと思います。まずはメンバー、一番園田、二番金子、三番伊藤、四番島崎、五番磯田。六番高橋、七番島川、八番竹内、九番吉田勇気となっております、えー。ラインを確認していきましょう。七番一番、七番,番の島川に一番の園田。九二五。 9番の吉田に2番の金子5番の磯、ね、田が回ります。 3番の伊藤、6番の高橋は短期、8番4番、8番の竹内に4番の柴崎ということで、2対3対1対1対2、ライン小間切れ戦です。まずはライン先頭を走る自力型、比較していきましょう。7番の島川、バック5回、ホーム5回、逃げの決まり手が二、マクリが8、しがゼ0、マークが0、マクリ先5で戦います。9番の吉田優希、バック11回、ホーム9回、逃げの決まり手が7、マクリが6、がゼロ、0、マークが1と、先攻マークで戦います。8番の竹内、 バック22回、ホーム21回、逃げの決まり手が12、マクリが1、差しかゼ0、マークが0、先行1本っていう、ね、感じで、9番の、ね、吉田とね8番の竹内が叩き合えば、七番の島川のおまくり一撃が決まって、後輩度が出るかなとえ。そして9番の吉田がねいつも通り力を発揮してくれれば、2番の金子がね決め足すると決めるということで、2番の、ね、金子から9番の吉田というところが入ると安いとは思うんですけどね、それ以外の2番の金子からのね、 数字違いが入れば面白いと。えー、宇都宮直線が中へだけ面白いんじゃないかなというふうに、ねまあ、予想をしております、えー。スタートは1番の園田のもいますしね、ね7番の島川まくり勝負ということなので、7番1番が前受けすると。2番の金子がいますので、925が中段。3番6番がまずはこの間にいて、8番4番外枠引いておりますので、後方からの仕掛けと。赤番過ぎでまずは8番4番がね先行体制に入る。6番切り替え、3番切り替え、92571と、えー。ここで8番と9番のガチンコ 勝負があればね、7番の島川のまくりも飛んでくるというところがあるんですけれど、まあ、ここはね、若さを生かして、9番の吉田勇樹がね、しっかりとかけるということで、9、2、5が主導権、8番、4番が中段、6番、3番がいて、7番、1番は後方からのまくる展開と考えましたのでね、ここで2番の金子がね、まあ、しっかりとね、9番の吉田をアシストしてね、まあ、ワン、ツー決めたいところと、ただ9番の吉田もね、これ G2 ということになっておりますからね、ここ、緊張してね、深しすぎて3着にずるということも 十分考えられますのでね、今の金子からね、本戦狙っていくと。抑えは9番と8番が叩き合ったとき、7番のまくりが炸裂するということでね、えまあ2番から手広くいきたいと思いますえ。まずは2番のね、金子からラインの前後、9番5は、ここはね、自動的につけます。あとはまくってくる7番の島川、4番の柴崎がね、8番の竹内の番手から抜け出してくるということで、2から9574折り返し前、ね、こちらの方が本戦です。抑え,えは2番の金子から のね、抜け3番の伊藤のまくり一撃というところでね2番3番折り返しここまでがねまずは2番の金子からですそして7番の島川の一撃が決まった時ラインマークの園田そして9番の吉田裕樹が粘りに粘っている3番の伊藤の一発4番の島崎が8番の竹内の番手から抜け出してくるということで7から1934折り返しこちらの方でね狙っていきたいと思います 続きましてね、8レースメンバーを見ていきたいと思います。1番芦澤2番伏見、3番上田、4番堤、5番神山、6番坂本、7番増木、8番福田、9番中本となっております。 ラインを確認していきましょう。751。七7番の真すに5番の神山拓也。1番の足座が回ります。628。六6番の坂本に2番の伏見。8番の福田智也が回ります。394。三3番の上田に9番の中本。4番の堤が固めます。3対3対3。ライン3分線ですね。まずはライン先頭を走る自力型、比較していきましょう。7番の真すバック20回、ホーム22回。逃げの決まり手が14、まクリが5、差しか0、マークが0、先行まクリ、もっか絶対。 校長と、えー。6番の坂本、バック2回、ホーム2回、逃げの決まり手が1、まくりが1、差しか3、マークが0と。まくり、差し先行ということでね、自在型です。3番の上田、バック10回、ホーム10回、逃げの決まり手が4、まくりか6、差しか0、マークが0、まくり先行と、えー。3番の上田もね、先行してもそこそこね、強いんですけれども、最近、まくりにかなりウエイトがね、置かれてますので、えー、無駄な先行争いがない分ね、7番のマスギラインが、あとととととと,と,と優位に逃げれるんじゃないかと。あとはね、七番のますライン、 から筋違いいが入れば高ととうころ、ねえー、まずはスタートはね、1番の足沢もいますし、751が前受けですか。えー、2番の伏見がいますので、628が中断。394は外枠引いておりますので、後方からの仕掛けと。赤番杉、394がインを切りに行きます。これ中断取りですね。628が切り替えて、751と。えー、6番の思惑としてはね、3番の上田が7番のね、杉と先行争いしてくれないかなと思ってると思うんですけどね、3番の上田もね、 ここまくりが好きなんでね中段取ってのまくり勝負かなとジャンすぎですよね7-5-1がかましていくの3-9-4が中段キープ6-2-8が後方からのまくり展開ということになりますまあこうなりますとね7番の後ろを回るね5番の神山拓也ちょっと最近ね差し足に限りがありますけれどまあ番手絶好というところでねしっかり狙っていきたいと問題はこれね7番の真っ先から狙うのか5番の神山から狙うのかというところが微妙なところがあるんですけれどまあやっぱりね 宇都宮ということで、直線が長いのでね、番手の選手から狙っていきたいと思います。え、まずは5番の神山拓也から、7番の松木と、1番の足座ラインの前後をつけます。え、そこにまくりを追い込んでくる3番の上田。これ特注です。え、9番の中本突っ込んできてくれると穴が開くと。え、5から7、1、3、9折り返し前。え、こちらの方がね、まずは本戦です。え、そして抑えは3番の上田からね、え、9番の中本ラインなので、ここはつけて、あとは7番の松木が粘りに粘ってる。 2番の伏見がね、6番の坂本の番手から抜け出してくるということで、3から9、7に折り返し、そして穴ですよね、穴はね、5番の坂本のまくり追い込みということで、ここにね、5番の神山と3番の上田をつけて、6から5、3、こちらの方で、ね、入ってくれると後輩とかなと。やはりね、宇都宮はまあ500メートルバンクなんですけれど、逃げ切りまであるんでね、すごくなかなか買いづらいというところはあるんですけれど、まあ、それでもやっぱり直線が長いということで、ね まあ、マーク型が指してくれるんじゃないかと、えー、ただ最近ね、この大木屋になってから、自力型とマーク屋ではね、少し差が開いていて、よくね、まあ、F1 戦などでもね、自力型がね、逃げ切っているというところはね、まあ、ちらほら見るようになってきました。えー、ここもね、特に7番の真ね、よく逃げ切りを決めていますんで、まあ、このあたりがね、5番の神山拓也とね、初日、どれぐらいのね、力の差があるのかというのを見ていきたいと。特に7番のマスギと5番の神山はね、栃木、栃木ということで、 まあ、いつも練習もね、一緒にしてると思いますので、このあたりね、神山がちゃんとね、ごめならばのマスギをね、抜けるのかどうかというところを、しっかり見ていきたいと。今回ね、1レースから9レースまでが1次予選ということになってました。そのね、1次予選の中から、本戦はしっかりしてるけれど、後輩となりそうなところというのをねまあ選んでみました。ただし、オープニングのね、1レース、こちらの方をね、どうしようかなと思ったんですよね。けれど、ガチガチかなと思ったんで、予想するのは外したんですけれど、 まあ1レースはね9番の洗いから狙ってりゃ当たるだろうということで、あとはね問題はオちだけと。すり違いで入ってもねいい配当になるかどうかというところ、えー、ここはまあ旧車なんでね、ね意外と9番の洗いから入ってもね好配当になるかもしれないということで、オープニング1レース、ここはね一気に1日ね遊ぶ資金を稼げるかもしれませんので、9番の洗いをね軸に行かれてらは面白いんじゃないかと。9番の洗い、自分自身でも目下絶好調ですしね、ね前を走ってくれる1番の石原、あここがね、バック 18回、ホーム17回というところでダント突です。他のね、ラインの自力型というのはまくりしかいませんので、1番の石原がね、楽に先手を取れば、9番のアラがさばいて抜け出してくるということになっておりますのでね、まあ、このあたりもご参考にしてみてください。さあ、明日からのね、G2 というところになってきますので、ね、しっかりとお楽しんでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。